硬式野球協会和歌山連盟第46回日本選手権和歌山大会で第29回全日本選手杯各全国大会予選リーグ東球場本日の第1試合札幌西チーム対札幌栄チーム両チームのスターティングラインアップをご紹介いたします。先攻札幌西チーム1番セカンド工藤君、失礼いたしました、1番セカンド本吉君、セカンド本吉君、背番号5、2番レフト加藤麻子君、レフト加藤麻子君、背番号19、3番センター大山木君、センター大山木君、背番号3、4番ファースト森君、ファースト森君、背番号12、5番ライト丸沢君、ライト丸沢君、背番号9、6番キャッチャー斉藤理央君、キャッチャー斉藤理央君、背番号2、7番サード稲上君、サード稲上君、背番号14、8番ピッチャー豊島君、ピッチャー豊島君、背番号11、9番ショート横山君、ショート横山君、背番号6、高校札幌栄チーム1番セカンド工藤君、セカンド工藤君、背番号4、2番レフト末田君、レフト末田君、背番号7、3番ピッチャー影川君、ピッチャー影川君、背番号1、4番ファースト難波君、ファースト難波君、背番号3、5番サード三田君、サード三田君、背番号5、6番センター前田修斗君、センター前田修斗君、背番号15、7番キャッチャー高田君、キャッチャー高田君、背番号2、8番ショート常也君、ショート常也君、背番号6、9番ライト渋谷君、ライト渋谷君、背番号9。なおこの試合の審判員は球審山田、球審は一塁斉藤、二塁鎌田、三塁林、以上でございます。シートバックあと2分です。
ですけど。行こう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